生意気だったからね。せっかくですからコンクリートの壁に挟まれて聞いてください。ワン、ツー、スリー、フォー。コンクリートの壁に挟まれて、君と僕はじっと揺れる。ハンハン言いながら僕とキスする君は、なかなるさ、コンクリートの壁に挟まれて、君と僕はじっと揺れる。そんなに好きだ好きだなんて言うから、そうだった仲間のさ。キーボード、コンクリートの壁に挟まれて、君と僕は私の胸小さいのって言う君は、コンクリートに咲いた花、君も僕もコンクリートに挟まれて育った仲なのさ。大丈夫か、あの今日キーボードを弾いてるのはうちの女房で道下ひろ子さんと言います、よろしくお願いします。4月の7日からこのコンサートの練習を始めました。7月の7日の3ヶ月目に、体力の限界を感じて前のねキーボード担当が抜けました。星君と相談しました。星君、もうしょうがねえな、2人でやるしかねえなって。
そしたらうちの女房がその話を聞いてて、私がやるから、ね、間違った一度もそれまでキーボード弾いたことはありません。猛特訓です。俺に怒られながら、多分このコンサートが終わったら緑の髪が来るんじゃないでしょうかっていうぐらい、でも一生懸命ね練習してくれて、やっとね、だいたい3週間ぐらい前に、通し稽古ができるまでになったんです。女の意地だって言ってました。拍手をお願いします。大したもんです、女の人はな。星君、ああ俺を見ろ、俺をなあ、本当に口から生まれたような男だよ。長い拍手しろよ純子